皆さんこんにちは、 B レジェンド小林です。今回は上腕三頭筋の機能からサンプルメニューまで一つの動画で一気に解説していきます。上腕二頭筋と同じくですね、上腕三頭筋も動きが結構シンプルで、意識するべきポイントもあまり多くないので、一つの動画でね全部解説していければなと思いますので、早速説明に入っていきます。まず上腕三頭筋の機能なんですけども、一番大きな機能は肘関節の伸展です。肘を伸ばす動きですね。その次に来るのが肩関節の伸展と内転という動きになります。腕を真上に上げたところから体の前を通して下に下ろしていく動きと、上に上げたところから真横にね腕を下ろしていく動き、まあどちらにせよこう腕の向きが違うだけで腕をね下に下ろしてくる動きですね。これは上腕三頭筋が腕の外側の外側頭と内側にある長頭、そして肘の近くにある内側頭の、まあ、3つに分かれているんですけども、肩関節の伸展内転という動きは長頭だけにある動きになってきます。でこの特徴がまたね注意点ですとか種目選びのコツにつながってくるので、しっかり覚えておいてください。そして次ですね、注意点解説していきます。腕のトレーニングの注意点って上腕二頭筋も上腕三頭筋も非常に似ていて、上腕二頭筋とね注意点はもう全く一緒になります。一つ目は肩をしっかり落としていただく。肩が上がっていると上腕二頭筋だけでなく上腕三頭筋もうまく働いてくれないので、しっかり肩を落としていただくっていうのは大事になってきます。そして二つ目、肘を固定していただくっていうことにあります。基本的にですね、アイソレーション種目が多くなってくるので、まあ、単関節種目ですね、もう肘関節しか動かないトレーニング種目がどうしても多くなってくるので、そういったアイソレーション種目、単関節種目においては特にですね、肘関節が動かないように固定したままやっていただくっていうことが非常に大事になってきます。高重量を扱いたいからといって、例えばプッシュダウンで肘を大きく動かしながらね下ろしていくっていう風にやると、実はね思ったほどですね上腕三頭筋に負荷が入ってないっていうことになったりするので、注意してください。そして最後3つ目ですね、代償動作を防いでいただく、まあ、反動を使わないでくださいねと。プッシュダウンでしっかり上からね勢いを下ろしながらやるとかね、そういうことはあんまりしないでくださいねということですね。では次にですね、おすすめのレップ数、セット数、頻度について解説していきます。おすすめのレップ数は8レップから15レップの間で組んでいただくのがいいと思います。上腕二頭筋と同じくね回数多めがいいんですけども、種目によっては結構高重量でできるものも三頭筋の場合はあったりするので、そういうものは8レップぐらい目標にして組んでいただくっていうのでもいいと思います。ただ上腕三頭筋のトレーニングも結構肘を痛めやすいものが多かったりするので、怪我にだけは気をつけていただいて、レップ数は多めで組んでいただくっていうのがおすすめです。そして週あたりのセット数なんですけども、これも上腕二頭筋と同じく6セットから16セットの間がおすすめです。上腕三頭筋もですね、他の部位のトレーニングで実はかなり使ってまして、胸のトレーニングとか肩のトレーニングで上腕三頭筋かなり使うんですよ。想像していただいたら分かると思うんですけど、ベンチプレスの時に肘伸ばしますよね。これで肘関節の伸展が入るので上腕三頭筋使うんですよ。特にこの外側頭ですね、ものすごい使えます。肩のショルダープレスでも肘関節の伸展があるので上腕三頭筋の刺激結構あります。外側頭かなり使えますというのがあるので、それを無視して上腕三頭筋をやりすぎてしまうと肘を怪我してしまったりする恐れがあるので注意してくださいねと、まあ、ここは上腕二頭筋と一緒ですね。そして頻度なんですけども、上腕二頭筋と同じく週に2回から4回トレーニングしていただくのが個人的にはおすすめです。もちろんね1回のトレーニングで全部ギュッとまとめちゃうでもいいんですけども、回復がね結構早かったりするので、週に1回よりは週に2回以上ねトレーニングしていただいた方がより効率よくね筋肉を大きくしていけるんじゃないかなと思ってます。そして次ですね、種目選択のコツいきます。これ3つあるんですけども、1つ目はストレッチ種目をしっかりとやっていただきたいということですね。まあ、ちょっとあの細かい解説は飛ばしてですね、2つ目いきますね。で2つ目が外側頭を鍛える種目と長頭を鍛える種目をしっかりと分けて両方やっていただくというのがおすすめになります。でこの長頭を鍛える種目というのがストレッチ種目と同じになってくるんですね。どんな種目かというとフレンチプレスですね。こういう
注目です。両手でやってもいいです、片手でやってもいいです。とにかくこの肘が頭と同じ位置に来る状態で動かす種目でないと三頭筋の長頭っていうのは最大限に使われないので、フレンチプレスというのはもう必須になってきます。外側頭はベンチプレスとかショルダープレスといった他の部位のトレーニングでも結構使うので、最悪でなければないでもいいんですよ。ただ長頭だけはしっかりとこの専用の種目をやってあげないと効率よく鍛えることができないので、そういう意味でこのストレッチ種目で長頭を鍛える種目であるフレンチプレスっていうのは非常に大事になってきます。そして3つ目、関節への負担を軽くするためにね、場合によってはケーブルとかマシンを活用していただくっていうことですね。フリーウェイトのですね、ライングトライセプスエクステンションとかフレンチプレスっていうのは肘への負担も重量が大きくなってくるとそれなりにね増えてきちゃいます。でそうやってね、フリーウェイトで例えばライングトライセプスエクステンションやってて肘痛くなっちゃうなっていう場合でも、ケーブルだったらね、肘を痛めずにできるっていうことがあったりするんですね。私まさしくそうなんですけども、フリーウェイトだと結構ね肘が痛くなっちゃうんですけど、ケーブルだとそれが全くない。フレンチプレスも私そうなんですよ。フリーウェイトだとちょっと重量が伸びてくると肘が痛くなりやすいんですけど、ケーブルだとねそれが全くないというねところで、皆さんの関節の強さによってね、関節への負担を減らすためにケーブルの種目やり方っていうのも柔軟に取り入れていただければなと思います。では次にね、おすすめの種目解説していきますね。おすすめの種目4つあります。1種目目はナローグリップベンチプレスですね。主にね、外側頭の種目なんですけども、とにかくですね、高重量で上腕三頭筋刺激できるんですね。まあ、ベンチプレスのバリエーションなんで、まあ、ベンチプレスってね、大胸筋の力とかね、三角筋の全部の力も使うんで、そういうのもあってナローグリップベンチプレスは腕のトレーニングの中でもかなり高重量が扱えます。というところでしっかりとね、このナローグリップベンチプレスやっていただきたいなというところですね。2種目目がフレンチプレスですね。上腕三頭筋の長頭を重点的に鍛えられる唯一の種目だと思っておいてもらっていいです。まあ、なのでこのフレンチプレスはしっかりとやっていただきたい。そして3種目目がライングトライセプスエクステンションですね。ちょうど肘の位置がナローグリップベンチプレスとフレンチプレスの中間ぐらいの位置にきます。長頭への刺激も、まあ一番効率がいいわけではないですけど、それなり。外側頭への刺激も、まあそれなり。そして忘れがちなこの内側頭ですね、ここへの刺激が非常に強いというところで、まあこのライングトライセプスエクステンションもなるべくねやっていただきたいなというところですね。そして最後がケーブルのプッシュダウンですね。まあ、どちらかというと、まあ、長頭とか内側頭がまあメインになってきて、まあ、補助的にですね、肘を伸ばす局面で外側頭も使われるので、三頭筋のね、まあ、全部の部位をしっかりと鍛えられる種目なんですけども、このプッシュダウンの場合は、とにかくね、肘への負担が少ないんですよね。プッシュダウンで肘が痛くなる方ってあまりいらっしゃらないと思います。まあ、あんまりね、こう、高重量でチーティング使う、ハンドを使うような無茶苦茶なやり方しない限りは、プッシュダウンで肘が痛くなる方ってなかなかいらっしゃらない。でそういう意味ではね、こう肘への負担を減らしつつしっかりとね、こう肘を伸ばしきる収縮局面で三頭筋に刺激を与えてくれる、すごいいい種目です。この中でもライングトライセプスエクステンションとフレンチプレスっていうのは肘の状況に応じてケーブルでやっていただいても全然いいと思います。私はね、いつもケーブルでやるようにしてます。ということで、じゃあサンプルメニューをね、組んでいきたいと思います。で、まあ1種目目はナローグリップベンチプレスですね。まあこれが8回から12回3セット、高重量でやっていただける種目なので、まあレップ数少なめで、より高重量でやっていただくのがいいかなと思います。そして次がライングトライセプスエクステンションですね。まあこれもナローグリップベンチほどじゃないですけど、それなりに高重量を扱える種目でもあるので、まあ10レップから15レップ3セットがいいんじゃないかなと。そして3種目目がフレンチプレスですね。これは長頭を鍛えられる数少ない種目なので、これもなるべく高重量扱っていただきたいということで、8回から15回3セットですね。ただ肘を痛めやすい種目でもあるので、肘の状況によっては無理せずに12回から15回ぐらいのレップ数多めで軽めで組んでいただくっていうのも全然いいと思います。そして最後がプッシュダウンですね。これが12回から15回3セットっていう形でやっていただくといいと思います。これで4種目かける3セットで12回ということでね、十分鍛えられると思います。で、まあこれを1日でね、やっていただくっていうのでも全然構いませんし、もうちょっと効率よくね、筋肥大させていきたいっていうことであれば、2日に分けていただいて、1日目にナローグリップベンチプレスとプッシュダウン、そして2日目にフレンチプレスとライングトライセプスエクステンション、
みたいな感じで分けていただいて、6セット、6セットの12セットっていう形でも全然問題ないと思います。全部のね、部位のトレーニングに言えるんですけども、あくまでね、私がね、解説しているのはサンプルメニュー一例であって、皆さんのね、それぞれの生活リズムとか体質、聞きやすい、聞きにくい、そういったことによって、理想的なメニューっていうのが変わってくるので、本当に参考程度にしていただいて、皆さんのね、理想のトレーニング種目、トレーニングルーティーンをね、作っていただければと思います。ということで、参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Bレジェンドでは公式 LINE でお得な情報を毎日配信しております。概要欄のリンクをタップ、クリックしていただいて登録よろしくお願いします。その他にも概要欄に新商品の情報を記載しておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。